Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. ここんばんんんばばは、は、ののでですすあやちょっと声が小さかったね。最初声ちっちゃいですよ。もう一発言っていいいやいや、その。<laughs> あのごめん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 ね。<laughs> パンって返してくれるかなと思ってた。も<う>ごめん。ごめんこんばんは、ダザイの哲です。こんばんは、ダザイのあやめです。 いやいやお前声に出らんピースやめてくれお前ありがとうございます声出さんと声ちっちゃかったですか最初そんなちょっと声ちっちゃかったどうしたと思って全然そんな最近哲くんが元気ないんでね早起きしたのよ今日実は今日早起きやったんもう早起きした疲れます昼ぐらいこの前の週がパゴス会でしょそうですよ早めに打ち合わせしてああそういうこともなく朝8時50分の映画を見てきてえ そう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 ,そう,そうちょっと聞きたその話いや <laughs> 全然別にしゃべらんでもいいよそんないやだそんなね言われたら気になるよいやそうもう早起きして見に来たい映画があって何見たん庄司は卒業しないっていやつあ俺って知らん映画よなんか浅井亮さんの作品ないけどうん、うん、めっちゃ昔俺初めてあの自分のお金で小説買ったやつなんやけどええすご今日が最後で<あ><か>公開日しかもなんか朝しかないっちゃうん あそうよねなんかお終わりかけのやつってめっちゃ朝かめっちゃ夜しかないもんね、うん、そう思う,う,う,うであの博多まで行ってきてもうマジで初めてちゃんと自分の遊びのためには早起きできたわおすごいマジでどうやったんもうでも朝活にいいかもねうん、うん、も映画見に行くのいい映画なそれどんな内容なん、うん、もうどんな内容も見てくださいそんなん別に自分 <laughs> 全然話したくないやマジででもマジでもう初めて買ったやつやっていうバイアスもも,もちろんあるけど、うん えでもさ自分で見てくださいって今日が最終日やろこの収録日が最終日やろお前これ聞いた人見れんやん。見れんけあんま喋らんのかいけどかわいそうやなと思ってあんな作品を見れんからみんなはかわいそうやなと思ってキ島部活ムやめるって好きやん俺。前言ってたしあの感じやん。近いものがある。あさんりょうさん本当見やすいって大事なやな女の子みんなかわいいし。 出てる女の子。うん、みんなが。おいえー、誰が出てる？いやもうその結構あれだよ。最近あの有名な人とか出てないよ。あ、そうなんや。そうそう。そあもうその作品自体知らんかったやろ。知らんかった。そのレベルで、えーまあ。今からっていう感じなのよみんな。 浅野忠信さんの息子も出てるいや、まあ、そのインスタライブの時の俺ね浅野忠信さん、ね、の息子とかも出てるだからそのちょっと次の世代の偽世世がそうそう女優とか俳優さんたちがめて出てる作品でめっちゃ重もかったええー、いいな朝からいい朝活できました本当に俺もその体験みたいな話というか、うん こんなのあるんやっていうのをね俺最近見つけてしまったんですよ,何よそのてがさ一番最初に買った小説自分の金で買ったみたいな俺も一番最初に買ったお菓子ってねる,ねるねるねるねなんようんお菓子覚えてるいやこれなんでかっていうと、うん、ねるねるねるねってあんまり買ってもらえんやったんよ子供の頃 多分ね共感してくれる人多いと思うねるねるねってちょっと高いんよ。チークガンチークガングっていうんかなああいうのなチークお菓子かって言うんかな。でちょっと高いししかも子供がやるとんかね結構べちゃべちゃになったりするんよ服とか汚してしかもなかなかトレインやったりとかっていうのがあるからあんま買ってもらえんやったんやけどまあ大人になったら買えるやんけど大人になったら買わんやん。 そのねあれあるよなあるやんこの前コンビニでふと見たら「大人のねるねるねるね」が今出てんの知ってるちょっとエッチな名前やんけなん大人のねるねるねるねって何がってなるやん確かに何がってなるわこれちょっとね買いました作りましたあの何が大人かっていうとワインですお酒マジで 赤ワワイインンと白ワインの2色の色味みたいなまあまあ成分として多分そのほらよくチョコレートでさ、うん、結構アルコール使ってるやつとかあるやんるやあ,るあれぐらいあれほどではないんやけど多少そうでも風味は完全にワインのへえ<ー>そう俺なんか嬉しかったんなんだその話クソ KOR「ダダイの危ないトゥナイト」 メッセージ届いてます。津島さんがニツを送ってくれてます。ニツもうん。あの歌手を板金2と 2>、うん、あの原点回帰の2つ。2> いいね。毎回だね。で、歌手を板金から読みますね。ありがとうございます。津島復活会ね。そうです。歌手を板金2と聞きました。うん、吉本の副社長から直接声をかけられ、方言漫才に挑戦するとのこと。太宰の方言漫才見てみたいです。あやむしっかりせんば。 センバです。いいね。<laughs> いいよ。土は高価なヨーヨーを買った。やむ。なぜヨーヨーと思いましたが、応援したいと思います。ありがとうございます。本ちょっとちっちゃいやつが3つあります。<の>トニーが遅れてきます。来ませんでした。あ、ちょっとこれ難しい表現。<え> <laughs> 俺が言ったやつねあ,これあやむのやつをちゃんと聞いてて思い出してるやつになると分かんないやつ対馬の,のメールは基本的に前回の危ないとはだからあそうやんなんそうそうそうめっちゃ復習させてくれるから,るから俺が覚えてなかったあやむのほっのやつそう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 トニーが遅れてくるやつよなぜようようと思いましたが応援はします後輩の芸人さんをわわーー言って謝らせる大人気ないあやむ 自分の番組にわざわざメールをくれた後輩に噛みつく姿はやっぱりあやむでした後輩から人望ないんかな長州あやむ自分が送ったメールをあやむが待っていてくれたあ、待っていてくれたと知りましたメールの送りがいがありますありがとうございますあと俺みたいな女の子だったら一生笑って暮らせるぜと哲くんに言ってましたね素晴らしい自己肯定です俺そんなこと言ってた <laughs> すごい嫌でした <laughs> おばあちゃんはあやむが楽しそうにしてるだけで十分です。あ、やっぱおばあちゃんなんや富島は。ゼリーは自分で買います。ありがとうございます。引き続き見守ります。いやー見守ってくれてる本当にね。うん、いやでもゼリーはね俺結構定評ありますよ。ゼリーは定評ある？あ私地元がタラミなんでね。 そたラミのゼリーねタラミゼリーなんで持ってきますよ社会科見学なんて基本タラミゼリー工場なんですからそうなんですよゼリーにはうるさいですよ私はゼリー評論家ゼリー評論家でもだからもうタラミゼリーの詰め合わせとか送りますからあてくさあもうほんと絶対おいしいの保証しますからね毎回あれしてくれてね本当にさらってくれる気さらってくれもそうありがとうございますね2回分前ですからねほんとよで津島さんもう1つの原点回帰の方はいよ原点回帰聞きましたありがとう エピソード1を聞きながらの収録、エピソード50を迎え、生放送もスタートする太宰にぴったりの回でしたね。<laughs> ネットリアやむ。どうでもよい話をね。ちょね。ちょと話すアヤム。謝る。い初回からこんな態度だった。謝に改めてただものじゃないなと思いました。対馬もさリアルタイムで聞いてんじゃない？1> <laughs> 第1回は 1>、うん、あその時から送って,てました結構序盤からだったような気するけどな。1> 第1番。 第1話の時いたのかな津島さんいやいや分からんけどでも絶対聞いてはいると思うんだよまあ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 そうやな今回の配信で1年くらい前は自分のことばかりを話し上がっていたアやムが自己分析できていることに月日の流れを感じましたあーこれすごいっすねこれ分かる伝わるちゃんとねだって昨日それこそ練、ね、習さんと渡辺さんとあの飲み行った時にその話しましたからね、うん、ほんと褒められてたじゃない津島も思ってたんだいやみんな思ってますよ <laughs> そ何何何もう なね、いいやんスッと行こうよ、えー、なんかそのみんな思ってませんよみたいな感じで言ってるじゃないですかいやそのなんかその西湯さんとか渡辺さんとかね、うんうん、ずっと見てくれたから気づいたんだって思ってたんですけどあ津島もねも津島もずっと見てくれてるかなやっぱずっと見てたらわかるんやわ <laughs> かりますよわ <laughs> かるんやあ細工職人の歩がこれからの月日でどうなっていくのか楽しみですあ細工職人はねいい本当なんかね言葉でしたよな、ね、<laughs> 出てきたいい言葉出てきたいい言葉出て, <laughs> 出てきたなと思いましたあれは 引き続き見守ります。ありがとうございます。い,ますいやー、いいね、対馬。いい、対馬さん。もう全部さらってってくれるからね。よありがたいですよ。ありがとうございます。ラジオでも、しのさん。ありがとうございます。こんばんは、毎回楽しく聞いてます。うん。前回はメッセージを読んでいただき、ありがとうございます。あいや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 いますよ素晴らしい。 背骨コンディショニングという筋肉を鍛える体操です背骨コンディショニングその技名ですかいやすっごい技名みたいな違うやつです <laughs> 公民館で月に1回月に一回教えてもらってますああ太極拳みたいなもんだそうなん もなんか公民館でこうなんかわーってやってるイメージありますよね確かにそういうことか筋肉鍛える体操をやってます毎回綾瀬くんの飛んでいる姿を見てたらなんだかとっても親近感が湧いてきましたああいいね俺ね頑張って飛んでたからね自分でも信じられないけど、うん、今ではすっかり綾瀬くんのファンですああもうすごいい,いいよ決して私のタイプではないのに、うん、慣れって怖いですねいやーまあねタイプじゃないのを好きになっちゃうっていうのは結構少女漫画あるあるですからでごめんなさいいってて書ます何に謝った何に謝った もちろん鉄くんは元々かっこいいのでファンです。その鉄がかっこいい問題あるよね。またなあとび戦回も始めましたよ。飛び始めてちょっと九回目になります。ちょっと<ん>そのなとな嫌い？俺のこと。違う違う大好きよ本当に。いやいや、うん、だって今俺その鉄かっこいい問題あるよねってういう<の>ないもんだってかっこいい。じゃあないもんって言わんと。<laughs> っじゃあないもんって言わんと。<laughs> ないもんでした。ごめんなさい、それは。すっごい無視するやん。びっくりした、俺今。違いますよ、そんなんじゃないですから。もちろん、鉄がまともかっこいいのでファンです、はいで。また縄跳び1000回も始めましたよ。跳び始めて9回目になります。うん、お尻とお腹が引き締まった感じがします。うん、縄跳びめっちゃいいですね。あやむくん教えてくれてありがとう。いや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 。あやむくんも続けたらいいのに。にいや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 、俺張ろうるのはちょっと。<laughs> さすがに余裕の配信では私の筋トレのモチベーションは上がらないから上がる上がる見とってみうわー筋トレしてほしいっていう勢力まだまい,いっぱいいるないやいやいやきっと痩せちゃうって痩せてないでしょあなたいや俺実際実は縄跳び配信やったじゃないですか始、うん、めてから4キロぐらい落ちたんですよあマジそうあ言ってたねそんなことちょっと落ちたんですよでもなんか1年前に比べたらの写真が太ってたってそう1 0キロぐらい太ってるからねあれ 十プラススマイナ四、うん。そうそうあ違うえっとリアルは十五太ってる15けどその四マイナス四キロぐらいになったから<ー>その結局十キロぐらい太ってるってマジ死ぬってただでさえ身長低いけどさうん、うん、その面,面積体積かそう,そうそうそうあのあれだよねえっとなんだっけ BMI みたいななんかあるよね身長に対して体重がみたいな、うん、そ,うそうよようないって体にそのー、うん

嫌でした細い嫌なやつはもう耐えれんやろ本当ででロン毛はロン毛ロン毛はロン毛よもっと伸びてるしね嫌いや,いやそれは <laughs> このままちょっとじゃ筋トレはしないという形でまあまあまあごめんなさいですよそうねシさんやってほしいらしいけどな本当いつかやってほしいですも続けるじゃんしないよなくなるよもう <laughs> なゼロになるよなくならんてしないよもうあんなきついこと <laughs> ラジオネーム福岡のガーシーさんお久しぶりですお久しぶりですね最近忙しくてメールできてませんでしたいいろいろありますからねリアルはね毎回聞いてます うん、ガーシーとしては国会で陳謝を求められたり最近ではあまり刺激的なニュースがありませんああね本当ね除名がね決まったらしいですけどですお二人の最近の重大なニュースを教えてくださいどん,な、えー、どんなことだねどんな,どんなその角度で聞いてくるんそんなんより重大なニュースねえわやめてくれよお前政治家なるんなやつに <laughs> 入れる 長崎市長選出る出らんって危ないと全部差し押さえられる多分<何>配信中止なら<何> <laughs> そんなよくないことなるそうそうこんなやつには票入れんてなるそ,そんななる重大なニュースって何やろう重大なニュースえー、っとねよくないことをしましたえー、これはね本当によくない何俺が悪いんやけどねうん、うん、結構重大よ、うん、もうその俺も 身を切るつもりで言う長崎に帰る時ってうん、うん、基本的にあの特急と新幹線を使って帰るんですよ。で新幹線がねあの新しく通ったんで、はい、もう新幹線すげえ速いんですけどねうん、うん、その新幹線の中でね俺ねもう本当ねバカよね俺。なあそれバカよね。あのー、よね好きなことがあって<い>、あのー、スタバあ、うん、買って。 <laughs> そのまあまあいいんやけどね、うん、スタバを買って、うん、で飲みながらその福岡に戻ったりするのが結構好きなんですよでスタバのさカップあるやん、うん、あのー、あったかいのもらった時とかのカップわかるちょっとパチってなるやつかるよあるやんるあれってあれをね俺ね一回ね肘が当たって落としちゃったの <laughs> 新幹線の中で新幹線の中でいやだこぼれんやったんよあかんやったんよ ああいいちゃんと見つけすげえと思ってでマジよくないけど2回目落としてしまったよ、うん、全然あかんのよほうほうでほんと不注意は不注意なんやけどそのもう落とすことに対する、うん、そのなんていういや,やばいっていう感じが多分なくなって1回ねそういう成功体験があるかねそうしかも2回連続でしてるからうん、うん、3回目その落としてちゃんと全部中身出た <laughs> <laughs> 初めて多分その長崎のその新幹線でスタバをぶちまけた男です。うん、そのッからないですけど重大なニュースだったということで、うん、<laughs> ありがとうございました。ッ、はい 俺らも重大なニュースあるよ <laughs> いけるよけこっから満開するお本当に重大です何何この前黒帯さんが、うん、福岡侵略計画ってやつがあって劇場であれがあって、うん、そういうイベントが。うん そのイベントの内容がその福岡の勢力図を知ろうというコーナーがあったのなのでその勢力図を知って知った上で黒帯さんが攻略すると、うん、<の>侵略していくからねそう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 いう手だったよ。です獅子頭さん黒帯さんでカーネギーさんデメキンさんはいはいはい、はい、でこの福岡ネクストエイトの話になったんで勢力図でまあまあ、うん、なるほどねそうそうそう僕らが入ってる福岡ネクストエイトってやつがあるんですけど、うん、8組選抜のね劇場の、はい、そこの順位をつけようっていう企画ができたのおお 俺たちのいないなところでそう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 でデメキンさんのカーネギーさんが言ってたんでそ、うん、こででまあまあまあトランジットが最近仕事がまあ結構あるから1位かなとかあーまあまあそこはそうなんだそうそうこいつらもメディアあるからとかああでもないこうでもない言って黒帯さんたちが、うん、あそうなんやみたいな企画やったんやけどその、ま、前々から俺薄々気づいてはいたんやけど<ー>そのデメキンさんが最近ちょっとドベムーブしすぎやわ <laughs> そハ<の> <laughs> <laughs> これどういうことかって説明をすると <laughs> <う>その俺たち太宰っていうのはその福岡ネクストセブンプラス1だとか思まあその認識ですよ私も本当に俺ら人気ないからドベとして頑張っていくみたいな感じのあるじゃないですか武者修行も一組だけいけてないしね、うん、これ超このお笑い的な話をすると 1>、うん、m 1もそうなんですけど、うん、やっぱ正直ドベってやっぱ強いんですよ その出方として確かにおーいみたいな怒ったりとかムーブしやすいじゃないですか、うん、雑草魂もあるしねそうそうで9位ってとか8位とかってあ正直仕事って言うんですよ<ー> 1> m −の中でも最下位ドリームっていう言葉があるぐらいは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 い、はい、最近ちょっとそのデメキンさんがネクスト8なんやねこのちっちゃいネクスト8の中で、うん、ちょっと俺たちが最初やったそのドベムーブをなんか自分たちが本当ドベですからみたいな。 そのの感じでずっっと言ってんのよいやちょっとそれやばいねいやそうね正直さデメキンさん m 1とかでもめっちゃ漫才おもろいやそうだよだって福岡の予選でもだってね上位3組に入ったりしてるんだからそ,それでそんな感じの立ち回りされてみそれはやめてくださいそれやめてくださいそう俺たちの特権ですからでもその時俺たち舞台出れんか出れんは言えないじゃんそうそうそうでデメキンさんがまあ俺たちはもうドベですと8位ですってムームから入って、うん、もうメディアもないんですと。 まあまあまあ言っててで1位っと一位らへん2位らへんをまあだんだん決めてってもう一番重んない67位を俺たちでしたいやい困るってやめてくれよそんなのやばいやんそれ全然8位だしや,やろ うん、それを淳さんとかがうまい分かってるからさその出方どういったらいいのか確かにね。なんか前々からチケットがどうのこうのとか言っててその俺に一回食いさてきたの淳、うん、さんはその「まあ、お前らそのなんか俺らより低い数字いかんとってな」みたいな。 うん、あーでもそれ俺も言われたかも何ですかって感じやんそれ正直そ,のそ,のそんなんやないやん別にまあ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 確かにねかちょっと俺ちょっと釘刺しとこうと思ってそのデメキンさんそれ以上なんか自分たちでブランディングしてくるやめてくださいよいや,そ,いやーそれ嫌やわそのいや本当になんか最下位釘刺し合いよくないってい向こうもむき出しできてるから俺たちも最初もっとむき出しゃったけどちょっと最近これ言う これちょっとめんどくさい6 7位っておい、7は確かにだってもう多いとも言えんし下もおるしみたいな自分たちの順位なのにもう覚えてないよい<や> 6, 確かにねどっちかっていうのはねで覚えなくていいしねうんもうこういう状況です今太宰の位置として立ち位置がいやよりよく長くなってきたねそうネクスト8内でもう俺マジで入,れ入ったろうかなと思ってその場にあ乱入ってことそう乱入したのかなと思ったの,、うん、の見学してたのが原さんと僕と米さんでああ、うん スタッフの子も来たのよ、佐藤さんが、ちょもう出て,出てくださいよみたいな、おうおうトランジットの話になってる時、原さんに言ってて、原さんが、いや、いいです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 、みたいな。で、米さんに僕は、僕出ましょうよ、俺たち、文句言いましょういいよ。言ってたら、米さんも、いやいや、きついって、みたいな。で、俺、支配人もそこにおってけ、うん、ちょ俺、行っていいですかって言ったら。 お前滑ると思うよってわって俺行きうおいやめえって六6位のお前それ立ち振る舞いやって真顔顔で位のししまた違うお前そこで出てって滑ってもさそれが8位だよ勇気なかったよそこはマジでそこやってお前も一緒に行こうやと思ってその時こそ俺マジ5期生のやつとか見んでいいからこういう時俺やっマジででも俺もねそれねツイッターで見たあ見ました 福岡吉本のプロフィール順とかも変わってったかそ,そう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 。ね。8組の、だから位よ。本当にその場の。ね。で変わってったみたいなの見て、うわぁ、じゃ見れよかったと思った俺も。なかなか俺たちが見るべきようなライブやったね。あれは。えでも痛いんやそこ。そう痛い。これはもう結構重大なニュースやね。俺からしたら。これ重大やね。うん、やっぱスタバと並ぶュニュースや、ね、全然全然よ。スタバこぼした初のやつとかいう、本当に初なのかもわからんやつ。<laughs> あの話。<laughs> このポッドキャストへのメールをお待ちしております。メールアドレスは k o r アットマーク r k b r ドット j p、えー。ツイッターでも皆さんからのご意見やご要望お待ちしております。ハッシュタグ危ないとでツイートしてください。よろしくお願いします。ずっと待ってるから。なんやお前それ。 と俺のこと嫌いじゃないえどういうこと嫌い顔が真っ青になってる歩くんほんにえちょっとその話もしたかったわ俺はちょっとどういうことですかえはいはい今渡辺さんがいろんな案くれてる間俺はそのことしか頭になかったわえいやなんかちょっとね これね今日の配信今日のこの配信ねちょっとねみんな巻き戻してもう一回聞いてきてほしいところどころテツが俺のことを無視してる瞬間がありますえアヤヤムくんの無視してた俺これはねもう西洋さん渡辺さんも気づいてますねえ気づいてたわからない終わりです一対一対一はあの そうスル,ースルーしてた俺そう何何何どこで俺の方を見らんしねえ見ないねああいう見てなかったの俺の目見てなかったですよね <laughs> <laughs> いつもかい,いつもってことはいつもそうなってるけど、うん、俺が今日特別それを感じちゃったっていうだけなあ、うん、なるほどねそっか <laughs> じゃあ いっかそのもう一回認識をしっかり持ってほしい、うん、俺は、うん、彼女 <laughs> だから最近そ,それずっと言ってるけど彼女に対して接するうように接してほしいなんでよマジで彼女がもう後輩のことあんなふうにしてるとかもう考えたらいい <laughs> 無理ですもんな <laughs> <laughs> あんな態度取ってるくせに僕にはそんなちょっとした目を見ないとか <laughs> 目を見ないとかちょっとスルーしたとかね <laughs> そんな大ごとさせられたらえ違うちょっとじゃないのよそのなんか<っ>もう最近ずっとよえずっとやった,た、ま、今日に始まったことじゃない今日に始まったことじゃない <うん S 2> だってそれこそねこれあの収録日の前の日はねキューパルの最終回でしたよその時もね何個かあったよえ キューパレでも俺がもうなんか一緒に喋ってるのを哲、うん、がなんかもう全然違うところ見てるみたいなのちょ寂しいちょっ待ってなんでお前が喋ってる時ずっと見とかないか始まるんですよ4月から私何が毎週ああ仮面ね1時間の生放送いけるこれでちょ 全然いけるよのこの関係性でいけるあーすごい何かふなかムーブ作っていけすれを乗り越えたみたいな<っ>作ろうとしてるもんふなかしムーブじゃないです片思いムーブです<れ>なんなんそれ聞いたことない <laughs> 気持ち悪いムーブ俺は好きなのにってやつですやめてください全然何ともないですからそんな感情は別に本当に本当よ本当にね <laughs> ちょちょな何 お願いよ一貫し嫌やもうちょっともうそのそれだけをずっと言いたかったじゃ不安になっちゃったん不安になっちゃったでも生放送も始まりますからそうですよ生放送生放送前に言わなきゃいけないなって思いますけども生放送明日からです明日から明日からよもうもう仲直りする時間ないよ全然大丈夫なんだけど大丈夫 こうやってもう俺はもうみんなと仲良くしたい哲はもちろんやけどうんまあでもそれで言うとっ俺もちょっと余裕なかったかも危ういかまう時間なかったかもしれないちょっとうんそうだねまあ不安というか、うん、まあ正直その渡辺さんと西津さんがうん いてくれないじゃないですか。その生放送ね、まあ、もう、もう言いますか、その話。これはもう言っていいよ。本当生放送はね、ちょっと渡辺さん日中さんのね、手を離れるっていうことで。とこれ、これやば、一番の重大なニュースしし。<laughs> そそれぐらいありますよそうキューパレの時もね 2>,、うん、2人ずっといてくれてっていう状況が当たり前にあったんですけど全くだから仮面「アブナイトナイト」はこのポッドキャストの「アブナイトナイト」と別物になってしまう可能性ありますから別物になってしまうけど、うん、でもその渡辺さん西柊さんは確かにちょっと手を離れるじゃないですか。けどリスナーの方々は、うん 変わらず聞いてほしいというかまあまあそれはそうで、ね、唯一、えっと、ずっといてくれる存在でいてほしい,よ、ね、いやほんとそうよそれはだからあのそれこそリスナーの方とねお話できるようなというか、うん、そんな感じの雰囲気でやっていきたいじゃないですか電話とかできるんかなおおでも夜中やからなさすがにできる、うん、できるってできるできるななんかそういうこともしてみたいし夜中にいいねそれおもろそう,そうだしもちろんねメールも生放送中にもバンバンいただけたらね<や>嬉しいしホントありがたいよなえしかもマジで俺怖いしな マジで週1でさ、1> うん、週1のペースで1時間生放送なんてやったことないから、ない今までのやってたなんて月1の2時間やもんなそう、月1の2時間と、まあ、二本撮りなんでね、全く別物じゃないそう。<本当> <laughs> ね、どうなるんだろうね、もう1回目の放送、怖いわ、本当にまあまあまあ、でもそれも楽しんでいただけたらなと思いますけどね、ねマジで優しく聞いてください、頑張っていきましょう、お願いします。おやすみ,おやすみ Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Ah. Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.